どうも皆さんこんにちは、 PC ゲームおじさんのバミです。いきなり坂を下っている中失礼いたしますけれども、今日ご紹介するゲームはロックオブエイジスメイク&ブレイク。実はこのゲームの日本国内パブリッシングを担当しているサングーさんからちょっとプレイしてみませんかと誘われまして、先行で遊んでいるところです。この動画が公開されている頃には PC 版が Steam でリリースされて、来月8月20日には PS4 版と Nintendo Switch 版がリリース予定になっています。まあ、僕個人は PC ゲーマーだし、インディーズゲーム大好きおじさんなんですけども、やっぱりどんなに面白いゲームでもね、日本語化されてないとか、こう家庭用ゲーム基盤が出てないっていうことで敬遠しちゃう人いると思うんだよね。だからこうやってこうサングーさんみたいにね、国内パブリッシングしてくれる会社はね、本当にありがたいなと思っています。さあ、それではロックオブエイジスメイク&ブレイクの世界、ぜひお付き合いください。本作は基本的に岩を転がしていくゲームですね。まあ、その岩も自分でコントロールできるんですけれども、まあこれチュートリアルステージなんだけども、なんでか最初はこう羊を集めて固めた玉を、まあ、出口の岩にぶつけるっていうなんでそうなるんだよっては思うんだけれども、まあこうやって坂の途中は障害物が出てくるんですね。これがなかなかクセモノでね、結構その岩転がし、本当に岩転がしなんだよ。だから挙動がね、いつもこうプレイしてる例えばレースゲームだとかとは全然違うんだよね。こうやってこう牛がくっついちゃったりもするんだけれども、これでこうコントロールを失ったりすると崖下に真っ逆さま。ちょっと慣れるまでね、最初チュートリアルでも結構僕も苦戦しました。なんか神の手がこう上から降ってきたけれども、これでまあリスタートできますよっていう感じですね。でこう爆発もするしね、ある程度そのまあコツとしてはね、ブレーキも必要。基本的に十字スティックでコントローラーで操作してるんだけれども、ちょっと速度出さなきゃいけないんだけど、出しすぎるとコントロールできないから、こうやってこうバネで横道にそれたりもする。もうなかなか癖もんですね。チュートラルしてはちょっと難しいかなと思います。でこれね、慣れてくるとね、こう自在にコントロールできるようになってくると非常に楽しいですね。さあ、岩をどかして脱出成功となるとこなんですけれども、まあそれで終わらないのがこのゲームなかなか面白いところで、今度は逆にですね、この一つ目の逆襲のターンなんですね。相手がこう岩を投げてくるから、じゃあそれを守りましょうっていう、本当は立場が逆転するんですよ。でここはもうタワーディフェンスゲームですね。左上にこう施設のアイコンがついてるけども、これを立てていくって急に言われてもさ、なかなかこうピンとこないんだよね。最初はもう完全にだから試行錯誤ですね。まあ、今までこういうゲームはあったんだけども、このゲームのね、非常に面白いなと思うのは、これわかるかな、実はコースがね、天体ショーになっていて、自分のコースとそれから相手のコースがあるんですね。で攻めと守りを同時にするっていう、これなかなか新しいでしょ。この1対1のモードでは、青で囲われている部分が相手が走るコースなんだよね。だからこう自分が障害物をここに置いていく。逆に赤でこう囲われてるコースが相手が障害物を置いて自分が走るコースなの。最後はこの自分が操作する岩を相手の
またあの門のところにぶち当てなきゃいけないんだけど、まあやっぱり勢いがないとね、何回か2回3回ってこうぶつけなきゃいけないから、そうするとこう相手のこう障害物の置き方とかがすごい1回1回参考になるんだよね。あ、こういう風に置くとあの勢い殺されるんだなっていうのが分かってくるから、そういうのをこうリアルタイムでフィードバックできるのに、こうやってこう、うわ、ここ詰まるなとかっていうのを、それを真似しようって言って、そのタワーディフェンスフェーズに戻った時に、こう、真似することができる。こう、なかなかよくできてるなっていう感じのゲームですね。これは非常に熱いです。でさっさと先にあの扉を壊さなきゃいけないから、結構時間との戦いだったりもするんだけれど。あまり深く語るとネタバレになってしまうからほどほどにしておきますけれども、ストーリーはね、あのオデュッセイアっていう叙事詩を、まあ、モチーフにしていて、オデュッセウスのこう長い旅をあの、まあ、ゲームにうまく落とし込んでいるんだけれども、これはあの、まあ、本当にね、いろんなあの、まあ、時をかける感じになっていて、いろんな年代、まさにあの世界史の資料集で見たような、実際あのゲーム見てるとそういう感じだけども、こうあーこれなんか見たことあるなっていう、勉強したことあるなっていう、あの景色がなって非常に面白いですね。個人的に今回プレイさせてもらった中で一番やり込んだのはこのタイムアタックモード。もうね、これだけでね、このステージだけで結構3、40分プレイしたんだけど、いや、これが楽しいんだよね。やっぱりあのレースゲーム大好きおじさんとしては、あのまあこれ一応そのまあ、ほとんど製品版と変わらないんだけれども、リーダーボードがタイムアタックモードちゃんとあって、で、誰々さんは1分何秒のタイムですっていう、こう、順位表があるから、もうそれを見てしまうとさ、もう、よし、1位取ってやるぞって、こう、気持ちになって、やり込んでしまったんだけれども、やっぱりね、最初にもちょっと言ったんだけど、非常に操作としては、操作自体は簡単なんだけれども、こう、まあ、今これ見てるのは導火線がついた球だけれども、やっぱこのボールがね転がるって、しかもかなりの質量のボールだからさ、これ結構ね難しいんだよね、操作がね。すぐには止まらないし曲がらないしっていうん でそこがやっぱ結構チャレンジングで面白いなと思って、今までこうね四輪車だったりをこう運転してきたけども、それと全く違う感覚ですね。さあ1分6秒、これまあ、このステージ、まだ発売前だけど、ノーリーダーボードでこれ1位取ったんで、よし、やってやったぞ、という感じですね。さて、ロックオブエイジス、メイクアンドブレイク。今までプレイしてきたのは、実はブレイク、破壊の方だったんですけれども、そのタイトルの通り、メイク、作成、まあ、コースエディットが実はついてるんですね、本作。さっきもあのタイムアタックモードでプレイしていたマップ、面白かったんだけれども、ああ、ここでショートカットをこう、ギリギリジャンプでね、ショートカットできれば面白いんだなっていうのが、こう思ったりしてたから、そういうのをこう自分でね、調整して作ることができるっていうのはなかなか面白い機能だなと思うんですけれども。正直ただね、コントローラーで最初プレイしてたんだけども、コントローラーだと操作がすごいこの、作成モードの操作が分かりにくくて。で、結局マウスとキーボードでやって、で、そのマウスとキーボードの方もね、なんかちょっとこう反応が鈍かったりして、この辺はまあもしかしたら製品版になって、アップデートとかで改善されるかもしれないけど。まあこうやってコースをこう、ひねり込みとかもして、こう自分で、試し、テストランもできるという感じになってます。はい、ということでロックオブエイジスメイク&ブレイクの紹介動画いかがだったでしょうか。結構ねこういうこのゲーム紹介してくれよっていうメールとかも海外の、デベロッパーからももらうんだけど、なかなかね自分が興味があまりないゲームだったりしたり、まああとは忙しかったりなんなりでこうあんまりチャンスがなかった、こういう動画あんまり作ってこなかったけど、今回は非常に面白いゲームだったんで皆さんに紹介したいなと思って動画を作ってみました。概要欄に各種リンク貼っておくので、興味ある方ぜひご購入を検討してみてはいかがでしょうか。いや、最近なかなかね、インディーズゲームプレイできてなかったから、非常に面白かった。はい、じゃあ今回の動画はこの辺でおしまい。また次の動画でお会いしましょう。